んばんは。タッティさん、丸岡優希さん、モンさん、力丸さん、リンカ丸さん、トールンパパチンさん、ネギネコマタギさん、メタトロンさん、ババちゃんさん、みかんさん、モリチさん、待ってね、ギリギリミヤちゃんさん、イッチーさん、ソイミルクさん、あー、こんばんは、流れてる、こんばんは、かわいい。さっきまでさ、顔が大腫れしててさ、ギリギリ戻ったわ、顔、よかった。もう戻らないかと思った。でもちょっと腫れてるけど気にしない。リップ塗る、リップ足りないね。いい匂い、うん、ちょっとカサカサ。こんばんは、髪伸びたね、うち。髪伸びすぎ、もうロングになったんじゃない、多分。30分ぐらいでやめちゃいます、今日配信。なんか久しぶりに配信しようと思ったんだけど、30分ぐらいで前にします。これからご飯食べるんですよ、ママとお姉ちゃんと。こんばんは。可愛いでしょ、でも本当に。ショールーム久しぶりになっちゃってごめんね。ピンクちょうだい。こんばんは。皆さんはもう今日何してたんですか。洗濯します。洗車いいですね。ファンクラブ、そう、ファンクラブイベントが3月29日に昼夜、金曜日なんですけど申し訳ないです。なんか金曜日に2回でお願いします。ひたすら寝る休みなんで、私もそうだった、今日ひたすら寝すぎてた。今日はスキー行ってます。いいですね。いい、何日仕事して偉いね。未来ある子は今日そうだったんだ。お散歩してました。お散歩偉いね。病院へ行ってきました。お疲れ様です。こんばんは。特別なそうなんだ。劇場配信終わって見に来ました。ありがとう。ウニ？何ウニって。こんばんは、私久しぶりです。あー、今日だけ晴れ駅良かったんだ。やっぱ散歩すればよかった。うちも大人になったね。風邪ひいたの。そうなの、大事に。私はね、あ、てか初日お疲れ様でしただ。私、いや私かいって私です。私初日お疲れ様。波動もお疲れ様だしね、いろいろお疲れ様なことがあります。ラジオもやったし、いろいろあったわ。そういえば、あ、デビュー70年もめた。ありがとう。そうなの、どれの予定が。昨日の振り返りもありがとう。こちらこそだよ。今の季節の水着グラビアの撮影、寒くて、あ、でも最近もう、あ、そくたか。でも中が多いかも、外じゃなくて。この時期は外よりも中で撮ることのが多いかな。
ね。手がね、ここみんな見えない、もう治っちゃった、ここわかる、ここが青、あざになってるの、もうわかんないね、ここ痛いのこれ。いや今白目見てたね。目がさ見たい時にさ目一周させたいの知ってる？なんか波動でまずあざになったので、波動であざになった後に次の日にゆりさんの公園で AKB 参上でこういうライトつけるんですけど、あれがここに当たっててまたあざになって痛いの。今とか今日が一番痛い、なんでだろうね、腫れてる。肌が白いですね。白くないよ、私なんかメンバーと並ぶとなんかやだ、黒くて、あんまもともと黒、白くなくて肌が、だから筋肉痛になりやすい、なりやすいかも。もうめっちゃ筋肉痛で今も一体なんだろう、公演続いてたから2日連続で波動と公演とで疲れた。公演のユニット可愛い路線、そう可愛い路線でしたね。今回は地下鉄テディーボーイ、エニモーイ目の前にあのバナ、教えた歌詞、テディーボーイそっけない、まなざしにしびれちゃあんたのテディーボーイ、タトゥーとかピアスとか好きじゃないけど腕の中で守ってほしい、どこか悪そうなテリーボーイ、ああどっちか鉄のラッシュアワー、人の波振り向いて、地下鉄のレディーボーイはまた色を走りたいさんの歌なんですけど、これはねテディーボーイっていうのがなんだっけな、悪い男の人みたいな意味なんだよね多分、悪い男の人。不良少年だって、そう不良少年って意味なんだけど、まあ私はだから旅のデニモーイタトゥーとかピアスとか好きじゃないけどって言ってるじゃん、その人はタトゥーもピアスもしてるってことだよ。あーすごい不良少年だ急にね。あとね歌詞ね、それの歌詞解釈でもするか。目の前に現れた偶然の男の子、まずで地下鉄のラッシュアワーで人並みに寄せてわーってなってて息ができない、もう多分ちっちゃい女の子だからわーって潰されて息できないってなった時に急にわっ息ができたって思ったらテディーボーイがこうやって多分押さえてて目こうやってここの間に女の子入れてくれてるんでしょ、で大丈夫かって大丈夫かって韓国ドラマのね俳優さんみたいな絵に描いたイケメンがいたと、そっけないテリーボーイそっけないんだよ、そっけないのが好き、やばい子じゃんこの女の子、騙されてるじゃんね、騙されてるとか騙されちゃうじゃんね、でそのかっこいい、まあ、ピアスが立つか知らないけどその腕の中で守られたいよって言ってんのよ、いい歌で電車降りるときにありがとうって言うと思ったのに、その人はそっけなくて退屈な表情しててこっちを一切見てくれなかったと、なんでだよガム噛んで、いや素直じゃない人なのね、この子大丈夫か、ちょっと素直じゃない人なので、見た目は怖そうだけど優しさを隠してそんだけ分かる、これただ無視されただけだよ、なんで大丈夫かこの子、勝手にさ素直な人じゃないのねって言ってさ、大丈夫かこの子、この子大丈夫かでテディーボーイ名前さえ知らなくてまた会えるかな、わかんないよ会えないよ、
今まではいなかったよ、クールなタイプ。この子モテてるんですよ多分。もうみんな何々なんてクルミだったらクルミちゃん大好きだよみたいな子が周りにいっぱいいたんでしょうね多分。だから今までに自分にこんなそっけなくされたことが初めてだったんだ。だからうわーってなっちゃったんだね。これダメです。この女の子今すぐ逃げてく、ミーももう本当にあの逃げてください。あの今はその周りにいる自分のこと好きでいてくれる人に言ってください。ダメだよねそんなこと言っちゃね。でもそういったですね、同じ電車、同じ時間電車乗ってきっと見つけるよテレボーイ。怖い、ストーカーになってる。同じ時間にまた乗ってこの人のことを見つけようとしてる。うわあ、逆にね、痛い女の子の歌なのやめてやめて、そんなことない。で私の歌詞解釈はちょっと痛い女の子みたいになっちゃった。それに騙されそうな人が負け男に、確かにまんま負け男、その歌歌いたいから調べておかしい。負け男、風の噂聞いたよ、やらかしたらしい。まんまん負け男、半端なことばかりね。女を食い物に生きてる寄生虫。まんまん負け男、だらしないひもやぬを好きだったか。なぜか私思い出ラバー。 MT の曲いいね。臭いものだらけもあったし、いろいろありますね。クルちゃんだ、騙されやすそう、騙されやすそうかな、どうかな、ね、騙されたくはないね本当に。クルルン実生活での電車大変そう、潰されてない？いやないか、もうなんかさ、私もうなんかもともとね中学の時からさ、名前が出てこない、通ってたんですよあれで、電車で。だからさ満員電車っていうものに慣れてるんですよ。まあまあそう、だから、うん、満員電車は別に大丈夫かも。もう潰されててももう気にな、なんか頑張る人、中学の時から電車で学校通ってたんでね、もう満員電車もうどうにか、しかももっと中学生の時ちっちゃかったんで、そう、あと頑張って座る、なんかうん座ったり座りたいタイプ本当に。どんな席でも、もうどんなに隣がもう絶対汗やばそうな人とかでも全然座っちゃう、座りたい。もうもう座りたいのよどうしても。意地でも座ってるイメージやめて、ちゃんと常識内です、常識的にですよ、常識以上以外のことはしません本当に。私は常識人です。すごい声が外から聞こえる。一本遅らせても座りたい。はい、もう私一本遅らせてても帰りはね、まあ行きはさもうギリギリの電車にいつも乗ってるから最近はもう遅らせられないけど、帰りだったらマジで全然遅らせちゃう。なんか電車で体力使うのもったいないなと思っちゃう、すごく。だってさ一日絶対疲れるわけじゃないですか、すごく、まあ、学校行ってとか仕事してとか皆さんもね。なのにさ、その電車でさ満員電車に押し潰されることによってさ、さらに朝から疲れた、足踏まれたとかさ、なんか負な感情を持ちたくない、そんな朝からって思っちゃう。でも満員電車乗るなんて相当朝頑張ってるじゃないですか、その満員電車の時間に乗ってるなんてね。なのにただでさ朝頑張ってるのにさ、さらにさそこでなんか満員電車って思いながら行くのってもったいないなって、なんか思っちゃう体力が。
マジでわがままなんですけど。あ、前髪切りました。前髪はそういうちょっと、わかる？あ、空いてる電車で一息する。あ、それは座んないかも。もうしたらドアの近くに立って、もう一番最初に降りたい。空いてる電車で一息ならマジでもう絶対座んない。普通に一息ぐらいだったら、朝のお腹空いた状態で満員電車に寄られるのが私無理なんですよ。体調悪くなっちゃうんだよね。わかる。みんなもそうじゃない？大体みんな嫌いじゃない？電車が苦手かも。うちあんまり電車好きじゃない。なんか、まあでも電車のないとどこにも行けないから乗るんだけどさ。よく前にして、よく前にして乗る。普通に後ろだったら怖くない？邪魔にも、もうそれは常識的に邪魔になるっていう考えもあるし、プラス自分も嫌だ。なんか後ろにあったらさ、物取られてて、まあ日本であんま物取る人っていないと思うんだけど、本当に皆さんすごい平和な国なのでね。でもなんか取られててもわからなくないか？女性専用車両忘れてないの？私あんま女性専用車両に乗ったことない。なんかなんでだろう。降りたい駅が女性専用車両じゃない。降りたい駅の近くにのやつ乗っちゃうから、号車に。防犯意識高いね。そうなの、意外と防犯意識高いんですよ。はじめまして。今 NHK の「のど自慢チャンピオン大会」見ながら見てます。のど自慢チャンピオン、のど自慢懐かしい。車で送り迎えしてあげたい。いや、めんどくさいよ絶対。午後の紅茶午前に飲んじゃった、どうしよう。大丈夫だよ、なんでも午後の紅茶って書かれてるだけだから。小学生の頃持ってたよ、あれにつけてた、ランドセルの横に。なんか強制的に今は持ってないけど、携帯で絶対に。スプレー持ったことないな。なんかこんな感じです。ね、なんかすごい怒涛の時間がなんか1月ぐらいから流れてて、1月終わりぐらいから2月の今までかけて終わり、なんていうんですか、怒涛の時間が流れててすごく疲れたんですけども、3月までまだコンサートがあるということで頑張ります。ラジオ最高でした。よかった。ラジオマジおもろかったよ。なんかさ、私とずんちゃんって変な独特な世界観なんだなって皆さんに教えてもらった。なんかそういうコメント何個かもらった。
すごい独特な世界観で面白かったみたいな。あれうちはさ、それが普通だと思って生きてきたの。ラジオの時みんなが独特って言ってきてくれたんだけど、なんかそれが普通だったからさ、なんか独特なんだってうちらの雰囲気ってってなって、すごく勉強になりました。もうちょっとこれからは独特な雰囲気消せるように直します。変だって急に笑い出すの面白いね、急に笑ってたよね。今日コーラ飲んだ、急に飲んでない。ゲストは来るのが指名さん、そうだよ。次回は誰でしょう、ゲスト楽しみにしててね。大好きな大好きなメンバーを選びました。個性的ね。あー、なんかまだかちゃんが100の質問でくるみの名前出してたんでしょ、なんでなの。時間も独特な感じですかって、流れる時間がってこと。え、どうなの、うちあんま独特って感じたことないんだよね。もう決まってるの。決めました。ずんちゃんと南港公園、南港公園のもう独特だって。そうなの。あ、無人島に連れて行くならくるみ、なんでなの。やばい人ちゃん。ジロキーが独特なの。ジロキーって独特なの。あんま自分も独特だからあんま気づいたことないわ。こんばんはね。マナクル好きな表示熟語一緒だった。何言ったっけ、くるみ忘れたんだけど、自分が一期一会って言ったか。でも意味分かってないからまだ。あ、意味知ったけど忘れちゃった。すぐ忘れちゃう、一期一会の意味。意味忘れちゃう、すぐ一期一会の、なんか巡り合うみたいな意味だった気がする。なんか巡り合うみたいな意味だった気がする。なんかさ、大学生なのに関係ないでしょ。大学生関係ないでしょ。なんか私がさ、大学生なのに何も知らない、世間知らずの子だと思っているんだ。雰囲気だけで好きな、いや知ってる四字熟語がね、それしかなかったの。四字熟語ってあんま知らなくないか。知ってる、みんな七転び八起きとか、もう八お嬢じゃないです私、本当に。そんな感じで私はおバカですよ。おバカでいいんですよ別に。もうおバカで困ったことはあんまないです。今後は分かりませんが、今のところまあ大学の授業くらいですもん、ほんとバカで困ってるのは今。だから大丈夫です、まだまだ困ってないです、学校以外で。ごめんね、何も知らなくて。パソコン使えるようになって偉い。パソコンどこやったんだろう、うち。あ、使えないな、うちの。パソコンなくしたわ。
まあまあでも別にいいです、何でももういいです。パソコン使ってなさすぎてもう一回今隠してる。あなたに会えるのは一生で今日だけかもしれないから、この出会いを大切にしましょうってこと？ありがとう教えて、それいい言葉だね、一期一会。みんな可愛いってくるみが忘れて甘やかすけどさ、可愛いだけじゃやっていけないでしょ世の中ね。ダメだよ、可愛い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 って甘やかしたらダメです。今日どうしたの？みんなが可愛い可愛いってまやかすから。初日婚行って美女すぎた、ありがとう。厳しくしていいの？ダメです。厳しくしたらダメです。何こいつ。こいつ何って、本当にね。嘘、褒めて、褒めるだけでいいわ。嘘、ごめん、厳しい言葉言わないで。厳しい言葉言ったらもう嫌になっちゃうから、やっぱりもう可愛いっていいわ。これからも可愛いでお願いします。面倒だよね本当に。夢は現実で叶えることに意味があります。急にね。そうだよね。みんないっぱい褒めてくれるんだね。まあでもそんな感じですごく言うて8時になっちゃうじゃん。最近みんながハマってることとかないの教えて、なんか教えて。レミタン、わかる。うちもレミタンにハマってる。レミタンに教えてもらって勉強教えてるなわけ。うちが勉強教えれるわけがないやろ。なんならレミタンに教えてもらうわ。多分ちゃん系のラーメン。何ちゃん系って。読書、サッカーにハマってます。めっちゃいいじゃないですか。アサイボール、いいね。パンカツ、あーいいね。パンカツこの間した、初めて、楽しかった。クルルの切り抜き動画見ない、もう見ないで、恥ずかしいから。何を持ってるかな、くるみ。またまた私って本当に趣味ないじゃないですか。DJ コッタが永遠におすすめされる、やばい。もう間違えたのやばすぎ。あれドクターね。恥ずかしいねそういうの。店に丸丸ちゃんラーメンとって、そうなんだ。トリックとか見てない、最近見てないかも。アイドルで見るの趣味じゃん。まあ趣味だけどさ、趣味だねそれは。それ漫画読んでない、見て読んでない、最近あんまり。まあ何好きだったのに忙しいと見れなくなっちゃうもんですね。22日福井する見に行ってきた。 AKB の研究室で盛り上がっていて、ああよかった。くるるの切り抜き、ありがとう。こんばんは、皆さんこんばんは。まあそんな感じで毎週応援しますね。20時になったのでランキング発表。
します。10歳の方、のめこさん、ありがとうございます。イエン。10人の方、マー君さん、ありがとうございます。イエン。11人の方、シゲキングさん、ありがとうございます。イエン。10人の方、ウルクル、ウルクルクセンブルクさん、ありがとうございます。イエン。9人の方、高弘さん、ありがとうございます。イエン。8人の方、トールンさん、ありがとうございます。イエン。7人の方、カッティさん、ありがとうございます。イエン。6人の方、キョッピさん、ありがとうございます。イエン。5人の方、パパチンさん、ありがとうございます。イエン。4人の方、ポンさん、ありがとうございます。イエン。3位の方、コスタズメラルダさん、コスタズメラルダさん、ありがとうございます。すいません、滑舌の問題です。イエン。2位の方、ヤベッチさん、ありがとうございます。イエン。1位の方、タッピーさん、ありがとうございます。イエン。ということでね、皆さん本当にありがとうございました。30分という時間でしたが、この後ご飯食べていきたいと思います。さあ、ご飯楽しみ。お腹すいたということで、お腹すいたのでご飯食べたいと思います。また配信します。ということで、また本当は昨日配信しようと思ってたんだけど、昨日なんか寝ちゃって9時ぐらいに。そうで、起きたらもう12時だったの、夜の。だから配信できなくて今日になりました。ということで、また明日じゃない、あ、またいつか会いましょう。では配信切るまで3、2、1、バイバイ。